高門宮山辺学校は長野県松本市に残る明治時代初期の洋風校舎である。現在は歴史民族資料館として利用されている。1873年、うさぎ川寺の本堂を仮校舎としてうさぎ川学校が発足。1885年、当時の里山辺村、入山辺村の二村により現在も残る校舎が新築される。 費用は、両村の尊費と寄付金で全てが賄われた。1886年に山辺学校、1889年に山辺人常小学校となり1928年まで校舎として使用され、以後は幼稚園、里山辺村役場として使用された。1981年から保存復元工事が行われ、山辺学校歴史民俗資料館となる。 1985年には県だからの指定を受けた、当領の佐々木基重によって設計施行された義用風建築である。佐々木は1875年に松本市開地に建設された開地学校の工事に参加しており、全体の構成、塔の姿、石壁を模した漆喰の腰壁などに影響を受けている。木造2階建て、3、河原吹き入りもや造りで、 屋根の中央に八角形平面の棟屋を乗せ、1階正面中央には入りもや作りの車寄せがつく。間取りは1階では10文字の中廊下の両側に職員室及び教室を設け、2階には正面から見て左側に行動に相当する大部屋を設け、右側は中廊下を挟んで教室を配している。外部は墨柱のみ見せた漆喰塗り大壁造りとし、 腰壁の部分を石積み文様、大ねの道に雷文を国力色漆喰で表し、木部は薄いステイン塗りを施している。内部は漆喰、真壁作りで板張りの床、竿縁天井を用い、木製引き違い道を出入り口に立てている。窓には引き違い障子、玄関には木製ドアがつく。屋根は民家風の出上げた構造を用い、 しげたるきのの裏を表している。モデルとなった海地学校と比較すると、山辺学校は全体的に簡素な造りとなっている。海地学校は窓にガラスを用いていたのに対し、山辺学校は障子を用いていたことから、海地学校はギアマン学校、山辺学校は障子学校と呼ばれていたと言われる。ありがとうございます。